カーボベルデにおけるサンビセンテ島の位置。サンビセンテはカーボベルデ共和国のバルラベント諸島を構成する島の一つである。サントアンタン島とサンタルシア島の間にある。島の基礎自治体はサンビセンテのみである。島の名はセイサラゴサのビセンテにちなむ。人口は約7万人。1462年にポルトガル人が 初めて上陸したが、水資源が極めて限られていたことから、長らく人間の集中は行われずもっぱら、牧草地としての利用がされていた。三尾先手島の前頭地図。島は、東西2 4トル、南北1 6トルで、ずんぐりとした凸凹のあるひし形に近い形をしている。西部、南西部、南部、東中央、北部の山地には高原が含まれる。 北部中央、中央部、カルアウトーブ、バインアダスガタス北部は平野である。行政中心地であるミンデロは北部にある。島の大半は森林が切り払われた状態にある。本来は火山性の島であるにもかかわらず、島は大規模な侵食にさらされて久しく、土地は比較的平坦である。道等には唐山やトポナ山といったいくつかの山が存在しているものの、 その中で標高が最も高い北東中央部のベルデ山でも海抜725メートルしかない。それでもいくつかの河口を唐山やトポナ山の山頂付近に見ることができる。気候は熱帯性で年中摂氏24度前後で乾燥している。海水温は年中摂氏22度から25度である。島には寒気と雨季の季節がある。月から月は乾燥して、 風が強く、8月から10月は、雨量が多い。ありがとうございます。